皆さんこんにちは、コーダです。ということでニュースーパーマリオブラザーズ U デラックスやっていきましょう。本編の方はこれがもしかしたら最終回になるのかな。では行きましょう。スターコインはね、はい、1から5まで全て集まっております。残り6、7、8、9行きましょう。ではまずはスペシャルスター6、巨大ファイヤーバーの崖。ファイヤーバー系か、行きましょう。あーこれね、確かルイジーユーの時も結構苦戦したやつだな。さあマリオはどうなんでしょうか。あ、これはファイヤーなんだね。ファイヤーで行きましょうか。そしたらよし、あ、ちょ、怖い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 、落ち着いて。さあファイヤーバーをかいくぐれ。なるほど、一回落ち着いてからこうの方がいいね。やめて。お、スターコイン1枚目。これはサクッと取れそう。よし、取れた。では右に行っちゃって、おーおー、でかいな。本当にファイヤーバーでかい。これぐらいの大きさのファイヤーバーね、マリオメーカーでもよし設置できるようになったら面白そうですけどね。はい、あ、そこのこのこ必要だったんじゃない。これツタ、あ、1アップか、1アップならいいや。さあなるほど、そうしたらこういうことよね。いよいよいよ、一個ずつ丁寧にいきましょう。右に行くと見せかけての左、よっしゃ、どうか、見け。さあこの中は、おーおーおお、むずそう。え、これどうやっていくんだ。ん、まずはこっちに行っちゃって、ああしくったしくった。あ、でもこれまたファイヤー、オッケーオッケーオッケー。ではここから落ち着いて、そう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 、丁寧に丁寧に順路に沿って、よし。さあでは土管戻っていきましょう。ほい、面白い、すげえ楽しい。すげえ楽しいなこのコース、俺好きだよ。ここだけ気をつけて、よーし。ん、残りスターコイン1枚あるけど、あ、まだ続くんだね。これなんだ、あ、これファイヤーか。あ、危ない、あ、危ない、あ、よかった。登って登っての、んー、どういくどういく、これ持ってく、持ってく必要ありないかな。あー当たっちゃった。なんだなんだなんだ、ちょっと待って、あ、投げちゃった。下のちくわブロックがすげえ怪しいなと思ったんだけど、気にしすぎ。あーやべえ。ここも当たるんかい。まあいいや、もう無視していこう、行っちゃおう行っちゃおう。あー、その下だ、この下だね。ほい、あー、どかあった。さあこの先にスターコインがあるでしょう。ほら、あった。いや、これ結構ギリギリっぽいな。ビビ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 、まずはキノコ出るかな。出ない、キノコじゃないんだここ。そしたら、ほい、オッケーオッケー、よし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 、オッケー。さあこれで3枚揃ったよ、あとはゴールするのみ。落ち着いていきましょう。え、これ戻るのが怖いな。あ、危ない。危ない、ここは大丈夫、ここ大丈夫。よし、よし、いけたいけた。あー怖いな。そこはファイヤーバー一つだけっぽいね。でここで一回ちゃう、待って、あー、むずそう。いや、大丈夫か。オッケー、今がチャンス。オッケー、ここは当たんないかな、当たらなそうだね。さあこのタイミングで、ほっ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 、よし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 。何この左。怪しいにも程があるでしょ。まあいっか、じゃあドカン、はい。でマスターコインはね、もう3枚集まってますからね。ここでミスりたくないな。いや、ミスらないか、さすがに。上でゴールするにはこの上行けと。ほいほいほい、よし、オッケー。ではゴールしちゃいましょう。ありがとうございました。ちょっと回復しよう。キノコが余ってるんで。はい、では次行きます。スペシャルスター7、ジュゲムジュゲムジュゲム。古今の東西、あれなんだっけ、ジュゲムジュゲム、あー忘れちゃった、前結構覚えてたんだけどな。
では、あー違うんだ、なんもないんだ。ってことで、まあ、ジュゲームジュゲーム言ってるぐらいですから、ジュゲームさんが来るんでしょう。そこ、あ、嘘嘘嘘、ちょっと待って待って、予想外。さあ今度はミスらないように、よし、これで OK ね。はい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 、落ち着いていけばね全然問題ないんですよこういうのは。さあ来ました、ジュゲームさん、何を投げてくるんですか。まあそうですよね、それですよね。怖い、地味に怖いな。でもジュゲームさんってさ、もう乗っちゃえば別にいいだけの話なんだけど、だから乗ればいいんでしょ。乗ろう乗ろう、ジュゲームさんの雲に乗ろう。よしで OK、 ここよし、あー攻撃できなかった、マジか。ちょっとちょ右に行かないで、ほっ、あーやめて、よしよしよし、雲に乗ります。よしさあジュゲームさん倒して、どっち行くの、左、どこ。なになに、このコインは何だったの、騙された。なんもないやんけ。ジュゲーム2人、ちょっとそれは聞いてない。でも1匹倒した、 OK。 あ、またここでね、はい、乗ってスイスイと、よしよしよし、1枚目、あ、危ない危ない。さあここでもう1匹のジュゲームさんも倒しておきたいな。よし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 、乗り換え成功。また来たの、また来たの、もういいよ、またつい2匹、また2匹来たの、やめてやめて、はいはい、よし乗り換え成功。もうジュゲームさんに乗っていこう、どんどん。あ、そこにスターコインあるね、これはジュゲームさんに乗ってないとゲットできないやつかな。 OK、 あ、Pスイッチもある、Pスイッチ踏んで、ちょっと待って、危な、危な、危ない、よし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 、ちょっとそろそろね、あのキノコが欲しいと思ったけど、もしかしてこれゴール？ゴールっぽいな。あ、ゴールだった、やった。あー、ほぼ陸に降りずに、しかもスターコインも3枚集めてゲッ、クリアですね、ありがとうございます。さあなんだかんだでもうスペシャルスター8ですよ、行きましょう。足元注意、鉄球の振り子、振り子ね、あーでっかいな。さあ行くぜ。そうディズニーシーにね、こういう大きいね振り子があるんですけど、皆さん知ってますかね。そもそもディズニーシー行ったことないよって人もいると思うんですけど、ちょっとキノコ取れなかったの、はい、ぜひぜひね、はい、どこにあるかね、ディズニーシー行った際は探してみてください。ちょっと待って、これ、あ、そうか、振り子が左に行ったタイミングで右に行くと。 OKOK、いや今さっきのところでちょっとキノコ取れなかったのきついな、あぶない、いっちゃえ、ほっ、よし、これでキノコゲット。さあスターコイン1枚目はどこなんでしょうかの前に、これも左に来てから行きたいな、危なかった。あ、スターコイン1枚目、ちょっと待って、あぶない、ほっほっ、大丈夫、よし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 、オッケー、1枚目ゲット。いやー行きづらいな、すごい行きづらい、よし、いやこの世の中行きづらいですねっていう話をしてるわけではなくて、普通に。さあ土管入っていきましょう、何を言ってるんでしょうか。わお、そんなとこにスターコイン、まあサクッと取っちゃいましょう、はい、ご了承お疲れさん。でもここまたキノコとかじゃないの、あ、スターだ、あ、スターを取っていくのが正解だったのね、それは失敬。いや、それではドッカン入ってここに降りてくると、よし、イチャップイチャップ、いやもうイチャップ、できないんだけどね、危ない危ない危ない、危なかった。意外とこの振り子ゆっくりだな、よし、これキノコゲット、ちょっとキノコさん早く来て、 OK、 ほっ、これは普通のブロック、いやーほんと厄介、厄介だけど、でもね個人的にはすごく楽しいこのコース、よいしょ、なんか上怪しいな、気にしなくていい、気にしなくていいか、ほい、行っちゃいましょう、行っちゃえ、ほ、でかいでかい、ちょっと待って、いやーそれ当たるんかい、はっはっ、ほっ、待って、近いブロックが出てこない、はいはいはい、危ない、
よかった、いけた。また右上にスイッチがありますね。これは何のスイッチだい？ほい。おお、ほお、危ない。取っちゃえ。あー、取れなかった。マジで？これ取れないとまずい。ほっ、戻っていけたー。よっしゃー、ナイス壁キックマリオ。ドキドキの一瞬でした。さあこれであとは最後注意ゴールしちゃいましょう。お疲れ様。おー、すげえ。残機も99、コインも99。いいねってことで、スペシャルスター8もクリアしました。ここからそうですね、9が出ますね。ラストのコース行きましょう。さあラストむずいのかな、どうなんだろう。なんだなんだ。あ、最後のコースがオープンしました。達成の印にファイルに4つ目の星がつきました。イエーイ。ではでは、ここ行きましょうか。はい、スペシャルスター9、追いかけろ大事な甲羅。あー、楽しそう絶対楽しいやつや。あー、このコース俺覚えてるな。そう、またちょっと改めてね言うことになりますけど、僕ね、このマリオ U 初見ではないんですよ。一番最初にもね言ったんですけどね、実は初見ではないんで、うん、ですけどほぼなんか初見ぐらいな気持ちで楽しみましたね、なんだかんだねさあでは甲羅を追っかけて、甲羅を追っかけて、さあこの行く末を見ましょう。これ右行くんですね。はい、右行きまして、の、あ、こっち戻ってくる。ほう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 、やべえ。ある意味なんか 全自動とはちょっとまた違うけど、はい、これで左行って、次はどこのコース行くんだ。さっきと違うコース行くのかな。あ、無限ループ、いや、ってことでもないな。さあそこのコインは多分コーラさんが取ってくれるんでしょう。いやー楽しいな。さあそこ下行って、さあここガガガガーンと取ってもらって、甲羅が上がってくる上がってくる。よしよしよしよ、いいよいいよ。で右行く、次どこ行くんだい。ほう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 。あ、もうこれボーナスステージだね、どっちかっていうとね。うん、特に難しいとかではないね。あ、ピンスイッチ、あっ、オーマイガー急にそれはないよ。ちょっと待ってよ。まあ一応取れないことはないの。いや取れないな。あー、しくったー。さあいけ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 。ってことでここに P スイッチがありますんで、これをはい踏みます。あ、タイミング違うとそうなっちゃうんだ。あれー。さあ今度はしっかりタイミングよく、ここだ。 OK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 、 これでいいでしょう。ナイスナイス、ようやくいけた、ようやくいけた。これでスターコインも取ってもらっての、はい、継続継続、待って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 、そこではい、ツタが出る。オッケー。はあ、これでラストのスターコインもゲット&ゴールですね。よいしょー、ありがとうございました。ということでこれで完全完璧にゴール。はあ、楽しかったやっぱマリオは楽しいわ。でもさ、次ね、また新しいさ、おーおーね、マリオが出るとしたらどういう、ね、マリオになるんでしょうね。ということで全てのスターコインが集まりました、おめでとうございます。ただこれだとね、星4つのままなんですよね。一度戻ってみましょうか。ちょっとセーブして、はい、これ一回ゲームをやめると、この状態だと星は4つのまんま。そうなんですよ、まだねやってないことがあるんですよ。まあルイージー U の時もそうだったんですけれども、トッテンさんをね、捕まえないと星5にはならないので、今回はそちらの方もやって、本当にね完全に終わらせていきたいなと思います。はい、ではもう一度土管に戻りまして、そうそう、最初このねこれをやった時に、そうスペシャルスター9のコースがなんかちょっと最後のコースとしてはさっくりしてんなっていう印象だったんで
ですよね、うん、っていうのはいいとして、ではトッテンさんを捕まえに行きましょう。さあ行くぜ行くぜ、トッテンを捕まえろ、3、2、1スタート。さあサクッと捕まえたいな。意外とこのマリオのね、トッテンは楽なんだよね多分ね。さあ次デザート砂漠のトッテン行きましょう。花咲かジュゲムと回る大地。さあトッテンさん、ちょっと待っててね、そこ動いちゃダメだよ、動いちゃダメだよ、動いちゃダメだよつっても逃げますよね。さあサクッと、オッケー、いけいけいけ、どんどんいけどんどんいけ、よいしょ、これこした、よいしょ、ナイス、はい、ありがとうございます。さあ行きますよ、トッテンさん、速攻で捕まえてやる、行くぞ。ちょっと待って、びっくり、ほっ、よしよしよし、いけ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 、慌てるな慌てるな慌てるな、いや早いな、トッテンさん、トッテンさん、ちょっと早くない、ちょっと早くない、はい、ほいほい、よし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 、いいよいいよ、ちょっと待って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 、いやちょっと差ついたな、あ、あ、早い、トッテンさん待って、トッテンさん待って、オッケーオッケー、あ、ちょっとブレーキした、ここじゃない、捕まえならここ、ちょっとちょっと、危ない危ない、よし、今チャンス今チャンス今チャンス、オッケー、あ、マジで、よっしゃー、ナイスキャッチ。さあ行くぜ行くぜ、捕まえましょう。さあ逃げるな逃げるな、最初早いんだよな、相手でめっちゃ普通に当たっちゃった、オッケー、あ、もう捕まえる、捕まえた、え、ちょっと触れ、ちょっと触れてない、オッケーむしろトッテンさんから飛び込んできてくれたマリオにさあフローズン大地のトッテンさん、パンパン弾けるイガクリ棒の雪バラ、雪原だ前も雪バラって読んじゃった気がするな、雪原ですよね、失礼いたしました。さあ行きましょう。さあトッテンさん待って待って待って、行かないで、お、危ないさあ、こう、ちょ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 、落ち着いて落ち着いて、こういうとこ落ち着いて、そう、トッテンさんね、ずるいのがね、もう何でもそうやって敵を無視できるでしょ、その能力ずるいと思うよ、ちょっとちょっと、早すぎ早すぎ、オッケー、よっしゃ、あ、え、はーい、捕まえたよっしゃー。さあロック山脈来ましたよ、歩き始めた、パックンフラワーここかあのちょっと気持ち悪いパックフラワーにまた会えるわけですね。さあ行くぜー、もういいじゃん、あんた捕まるんだから逃げなくても、よいしょ、ほっほっ、よし、いいじゃない、ちょ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 、さあ行け行け行け、よいしょ、ほっ、いいね、うまい、俺うまいぞ、すごくうまい、あー下手くそほっほっほっ、よし行け、よっしゃー捕まえた。さあ次が本当の本当にラストになりますかね、行きましょう、とドッタンバッタンシーソーキノコでサクッと取っ手を捕まえて終わらせちゃいましょう。あ、ここ難しいとこじゃなかった行きましょう、行け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 、頑張れ頑張れマリオさん頑張れ、さあ取っ手さんを捕まえて、取っ手さんを捕まえて、ちょっと怖い、よいしょ、危ない危ない、怖いよ、すごく怖いすごい怖い、ちょっと待って待って、一回ブレーキ一回ブレーキ、はい、ちょっとキノコ欲しいなキノコ取っちゃダメ、あ、ぐっとぐっとぐっと、ちょっと待ってねちょっと待ってね、ほい、あー違う、そっちじゃない、もういいや、行っちゃい行っちゃい、トッテンさんが待ってくれてはいるんだけど、よし行け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 、さあ今だ、追いつくなら今だ、ほっ、うわ上からまさかの、よいしょ、ジュゲムさんも来て、ほいほっ、よっしゃー捕まえたー、ありがとうございました、はー取り返しましたよキノピオさんこれはお礼です、困った時に使ってください、結局一度も使わなかったな困った時がなかったもんね、終わりだよね多分ね、多分ピーチ城ではないもんね、よっしゃー、はい、ということで全てのワールドでトッテンを捕まえました、捕まえました、おめでとうございます、これで、はい、すべてのコースをコンプリートしました。達成の印、ファイルに5つ目の星がつきました。キノピオの家が遊び放題になりました。ありがとうございました。あ、ちょうどそこのスターを消したら、うまい具合に並ぶね。はい。では、一旦セーブをしまして、ゲームをやめるを押しまして、どんな感じ？
はい、こんな感じ。キラッキラだね。ってことで、ルイージ U に引き続きまして、こちらのマリオ U のストーリーモードも完全完璧コンプリートでございます。ありがとうございました。で、皆さんもう忘れてると思うんですけど、なんでマリオ U をやったかというと、僕はですね、この下にあるお題モードをねやりたいがために、このマリオ U を攻略してきたわけですよ。ってことで、まだこのニュースーパーマリオブラザーズ U デラックス終わりません。新しいお題出ましたね。はい、いっぱい出ました、いっぱい出ました。このお題を次回からやっていきたいと思いますので、こちらもぜひぜひお楽しみに。ということで、今回ここまでにしたいと思います。はい、少しでも楽しいと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。コウダでした。次回の動画でお会いしましょう。またね。グッバイチャー。